こんにちは、レイセンです。今日は11月26日土曜日ですね。実験生活1686日目、ドリンクのみの絶食実験、今日は6日目です。天気は曇りかな、曇り。今週ですね、今週はまあ続けてやっていきます。先週と引き続きドリンクのみの絶食なんで、まあ固形物なしですね、なしで、あと量をなるべくね、なるべく少ない量でやれるようにね、まあ今週はしていきたいと思っています。先週ラスト金曜日では昨日だね、昨日は7000リットルぐらい取ってるんで、ちょっと取りすぎなんだよね。でその前の日も6000近く取ってるし、ほんでちょっとね、もうちょっと減らして 1.5 リッター、まあ、1500だね、1500ミリでやれるとこまでね持っていきたいと思ってるとこですね。まあ、そんだけかな。あと運動に関しては、できたらまあジムは週2で行きたくて、ただね、ジムとか行くとね、どうしてもね、どうしてもなんか気持ちが緩んじゃったりするもんで、まあ大変なっていうかね、結構疲れることやったもんでみたいな感じでねちょっと緩んじゃったりするもんで、まあもうちょっとね、もうちょっとその絶食の状態がね落ち着いて安定してからっていうのかな、安定してからまあジム行ってもいいかなとは思ってるけどね。ジョギングに関してはまあなるべくね、なるべく毎日、まあジムのない日はね、ジムない日は毎日行きたいなと思ってるところです。でまあ運動とあとまあ絶食ですね、まあ、この辺で進めていきます。そんだけですね。したら一応まあ買い出しで、雪豆乳とかねちょっと買ってくるんで、今から買い出し行って、その後まあジョギングかな。編集はちょっと分かんない、どうするか分かんない、やれたらやるし、まあ明日でもいいかなと思ってるところですね。そしたら始めていきます。今買い出しから帰ってきました。買ったもの、まずこれ野菜生活100アップルサラダですね。これお勤め品だったんで、これ1本と雪豆乳、これは4本ですね。で野菜デイズ、これ1本買ってます。であと丸ごと果実感トロピカーナオレンジですね、これもお勤め品だったんで1本買っています。こんだけですね。なんか寒くなってきたね今日。日中ジョギング行けたら気持ちよかったかなと思うけど、ちょっと寒いんで、まあ、ジョギングやめてジムですね、ジムちょっと行ってこようかなって思ってるところです。まあ、少しゲームやって日課のやつやって、でその後はちょっとジムですね行ってきます。今ジムから帰ってきました。まあいつも通りですね、割と今日は調子良かったですね。やっぱあれかな、絶食のおかげだと思うんだけど、ただね、ただ風呂入った時湯船に10分ぐらいかな使ってて、で上がって歩き出したらなんかちょっとふらつきそうな感じだったね。なんか景色がうおーって感じで、なんか倒れそうな感じだったね。絶食してる時は風呂ちょっと注意ですねってところです。ジムの方はね、ウエイトトレーニングは良かった、調子良かったですね。むしろ気持ちよかったぐらいだし、まあそんな感じです。そしたらまあ夜はドリンク、いろいろ取っていきます。でジムに持っていったのは麹水ですね。麹水を300持ってたんだけど、飲んだのは200です。あと100残ってる。まあ今日中に取っちゃってもいいけどな、そしたらゆっくりします。おはようございます。昨日の結果報告ですね。11月26日土曜日、実験生活1686日目、
ドリンクのみの絶食実験、今日6日目です。天気は曇り、睡眠時間6時間半、夜中深夜1時半から3時までの1時間半と午前5時から10時までの5時間、合わせて6時間半ですね。なんかね、あんまり寝つけなくってで夜中になっちゃった。でしかもすぐ起きてるんだよね。ジョギングなし、ウエイトトレーニング、ジム3時間です。あと飲食ですね。まず飲んだもの、トマト豆乳 1500ml、 デイズ豆乳 1500、 アップルサラダ豆乳 1000ml で、あと麹水が200です。まあ、麹水は300作って、でジムに持って行って200だけ飲んでますね。200だけ飲んで 100ml まだ冷蔵庫にあります。今日合計で4000ですね。4000、まあ、麹水抜いてね、4000ってとこです。トマト豆乳は、カゴメのね、トマトジュースと有機豆乳を1対1でね、250ml ずつ1対1で割ったものですね。それ3回作ってるんでね。デイズ豆乳はまあ、今までと一緒ですね。農協の野菜デイズですね。あれ250と豆乳250。アップルサラダ豆乳は、カゴメの野菜生活100、アップルサラダですね。そのままだけど。あれ250と豆乳250、1対1で割って作っています。で、尿回数11回出てて、濃さかなり薄め、量は平均的な量でした。今日はね、完全無色は確かなかったと思う。飲む量が多いと、完全無色のね、尿が出るんだよ。完全無色、いいな、完全無色。色が全然ない。黄色い色合いが全くないっていうね。もうほんと水みたいな感じ。でもね、水みたいに完全無色だとね、飲みすぎなんだよね。それは良くないんだわ。なんで、まあ目安としてね、目安として尿の色だね。尿の色、黄色い色合いが完全になくなってたら、もう飲みすぎなんだよ。それは飲みすぎ。完全になくならない状態、まあかなり薄いぐらいまでで、まあ、やっていった方がいいってことですね。大便はなしですね。今日大便出てません。昨日出てるのか。で、おならたまにありで乳はなしなんだけど、一回だけね、トイレで出たおならがね、なんかちょっとね、なんとも言えない微妙な感じだったんだよね。なんかおならのね、匂いでもちょっと違うんだよな。おならの匂いじゃなくって、なんか体臭っぽい匂いってのかな。体臭、体の体臭だね。体臭っぽい匂いがしたんだけど、それがおならの匂いなのか体臭なのかちょっとよく分かんなかったんだわ。ただおならが出たタイミングで匂いがね、鼻に来たもんで、おならの可能性もあるんだけど、おならの匂いともまた違う匂いなんだよね。明らかに体臭の匂いだったんだわ。おならが体臭の匂いとして出てくるなんてことあるのかなちょっと思ったんだけど、まあ匂いでも本当、少しだけだったけどね、ほんのちょっとだけ、で絶食してるとね、五感が鋭くなるもんで、なんか嗅覚も鋭くなるんだわ。だわずかなね、体臭の匂いとかもね、感じ取ったりするもんで、まあおならはなしでいいかなってとこですね。匂いなしですね。で、今日の気づき、まあ今日の気づきとして、まずね、ジム行って、でウェートトレーニング終わって、で風呂入ってたんだよ。で風呂入ってたらね、なんか体が妙にスベスベなんだよね。あれなんだこれってぐらいめっちゃスベスベだったね。調子がいい、若返って言ってるようなね感じがした。若い人の肌ってね、なんかなんていうの、弾力があってスベスベしてるじゃんね。なんかそこに近い感じがあった、っていうところですね。で、今朝はもうシャワー浴びてたらね、やっぱ女じゃんね、なんかスベスベする、妙にスベスベするんだよね。今まででもこんなにスベスベしたことあったかなって思った。油塗ってたね、千日絶食で油塗ってた頃は別にして、普通に絶食してた時、絶食してた時もそうだし、あと絶食してないね、固形物取ってた時もそうだけど、こんなスベスベすることって、なんか一回あったね、一回。あれ、固形物取ってた頃だったかな。一回あって、なんか、あれ、オーツミルクだったっけな。オーツミルク取ってる時だったっけな。なんか一回スベスベしたことがあったね。で、あれ、オーツミルクに油入ってるもんで、その油のせいじゃないかな。油が染み出してきてね。皮膚からね。まあ、それかなと思ったんだけどね。ちょっとわかんないね。ほんとね、油取るとね、実際体にね、
体の表面に出てくるんだよ。まあ知ってる人は知ってると思うけど、うん、割とね、油とかね、あとまあ成分だね、匂いの成分が出てくるんだよ。あのシーチキンなんかそうだね。シーチキンなんか食べるとね、体からシーチキンの匂い出てくるね、あれね。うん、なのでああいうシーチキンの油脂とかね、そういうのがこのまあね、毛穴かどっかから出てくるんだよ。だから油かなと思ったけど、今回は全然油取ってないもんで、うん、何があれでね、そのスベスベしてるのかなってちょっと気になってるところですね。昨日はグリーン豆乳、フルーツ豆乳、グレープジュース、デイズでしょ。そんな別にスベスベするような要素ないしな。でトマト豆乳、うん、トマトだしな。あれトマト豆乳3回しか作ってねえな。あれ3回だっけな。あれもうトマトジュースゼロな、違う、間違えてた。トマト豆乳は2回だけですね。2回だけ作って1000ミリですね。1000ミリ。で、トマトジュース、原液だね。トマトジュースの原液のまま500飲んでます。これで1本使い切ってるんで。トマト豆乳3回だと750だもんな。これ250残ってないって感じだけど。もう全部飲み切ってるんだわ。おかしいなとか思ったけど。ちょっとね、間違えてたね。計算間違いした。計算間違いっていうか、トマトジュースのところもトマト豆乳だと思い込んじゃってて。なんで、トマト豆乳1000ミリ。で、あとはトマトジュース500。で、デイズ豆乳1500。アップルサラダ豆乳1000ミリですね。まあ、合計4000ってのは変わんないけど、まあ、トマト豆乳2杯ですね。で、トマトジュース1杯ってところです。でトマトジュースまあ普通に美味しかったけど、なんかね500飲んだら微妙にお腹の調子ちょっとだけ悪くなったね。ちょっとだけ悪くなった。うん、つばったんだ。あ、なんかトマト豆乳はね、まあちょっと薄い感じはあるけど、まあ味として別に問題ないですね、私の今の味覚ではね。だから濃い味付けのものをたくさん取ってる人だとあれはちょっと薄いかなと思うけど、うん、あの絶食してたらね、うん、割とね、その、あの豆腐なんかもそうだね。絹豆腐をね、何もつけずにそのまま美味しい美味しいって食べれちゃうぐらい味覚がね、あの戻ってるとね。だけどね、なんか濃いめの味付けのものっていうか普通の食事とってると、あれね、絹豆腐をそのまま食べるってできないと思うよ、うん、味がしないっていう感じです。だけどね、素材の味ってね、本当はあるんだわ。本当ある。分かんなくなってるだけなんだよ。ああ、それで経験したらよく分かる。絶食したらね、味覚戻ってくるもんで、その状態で絹豆腐食べるとね、美味しいんだわ。美味しい。何もつけなくてもいけるって感じ。もうまさにだよ。これやったら分かる。やらなきゃ分からん。ああ、こんなに違うんだと思うよ。ああ、本当味覚ってね、バカになっちゃうんだよ。普通の食事とってると、うん、バカになっちゃう、うん、そうするともう醤油とかね、なんかつけないと食べれないってなっちゃうけどさ、うん、だけどね、あの調味料がまたね、くせもんでね、あれ腸環境めっちゃ悪くするね、うん、あれ良くないですね、体に良くないですね、調味料は。まあ醤油ぐらいだったらまだあれだけどね、うん、まあ市販の調味料はね、あんま良くないですね。ああ、まあ絶食した後で調味料とか取るとね、一気にお腹の状態悪くなるから、ああすぐわかるんだけどさ。まあそんな感じです。トマトジュースは正直、なんとも言えない感じでしたね。うん、ただね、あんまりたくさん飲まなくて良くなるっていうのかな。それはあるもんで、使えそうだなと思ったけど、魂の反応はね、あんまり良くない。良くないですね。良くないっていうかね、あのグリーン豆乳だね。グリーン豆乳だけなんかね、妙に反応がいいっていうのかな。ああ、魂が押すっていうのかな。魂が押してるのはグリーン豆乳ですね。あれがいいって言って。他のやつはね、まあ別にいいって感じなんだよね。うん、まあ、悪いとも言わないんだけど、いいとも言わないみたいな感じですね。このトマトジュースはね。トマト豆乳はまあたまにその作るのはありかもしれないけど、まあ必要ではないって感じですね。まあ不老不死には必要ないって感じです。で不老不死に使うのはまあグリーン豆乳かなってとこですね。
あとはプラスアルファで、まあ、デイズ豆乳とか、なんかね、安くなってるジュースがあったらね、野菜ジュースとか果物ジュースがあったら、まあそれでちょっとね、少しだけ作るみたいなのはまあいいかもしれないけど、基本はグリーン豆乳ですね。まあ魂はそれって言ってる。多分で、まあトマトジュースは今後まあそう買わないかなってとこですね。まあ安くなってたらちょっと買うかもしれないけど、基本なしって感じですね。で、アップルサラダ豆乳ですね。あれ、まあまあ美味しかったですね。前も作ってるけどな、先日でしょの時。まあちょっと薄いなという感じはあるんだけど、ああまあ全然いけるですね。味として250、1対1で割っても、まあ普通に問題なく飲めるかなって感じです。やっぱ飲む果実のオレンジとかね、飲む果実のオレンジとかで割ったやつとか、あとグリーン豆乳とか、うん、まあそういうのに比べるとね、あとコレッチ豆乳とかね、そういうのに比べると、まあ若干ちょっと味が弱いところはあるかもしれないけど、まあ全然いけるってとこですね。今後も安くなってたり、まあちょっと飲みたくなったらね、買うかもしれないです。だけですね。うん、デイズ豆乳やっぱ調子いいね、あれ。あれもまあそんなに濃い味付けにはならないんだけど、1対1で割ると。まあこれでも、うん、優しい感じでね、体には優しそうだなと思う。まあ農薬とか気になるけどな、農協だし、うん、だけどまあ味は美味しいんだわ、あれ。味美味しくて値段安くて、まあその分ちょっとまあ薄い感じもあるけどさ、だけど一対して割って飲む分にはまあまあいけるかなってところですね。あれもね、舌がバカになってたらちょっと薄すぎて飲めないって感じると思う。そんだけですね。で、今日は11月27日日曜日ですね。まあ編集まだアップロードね、やれてないもんで、まあそれできたら今日やっちゃいたいなってところですね。今日天気いいんでね、まあこういう日はどっか遊びに行きたいところですけどね。ジョギングは行こうかな。ジョギング、まあ日中気温が暖かいうちにね、ジョギング行ってくる予定です。なんか微妙にね、だるさがあるんだよね、今日。なんでか知らんけど、バイオリズムの低い日かな、もしかしたらね。ってとこですね。まあ、そんだけ、ちょっとゆっくりして、で、編集やって、あとジョギングとかね。まあ、そんな感じで進めていきます。取るものは、もうすでにアップルサラダ豆乳を1杯と、デイズ豆乳1杯取ってるんだけど。まあ、これと、あと他には、グリーン豆乳とか、コレッチ豆乳とかね。うん。あとオレンジもあったか。まあオレンジ豆乳とかね。まあその辺取っていこうかなってところです。そしたら始めていきます。今ジョギング行って聞いたところです。で、シャワー浴びて、ね、で、上がってきた。で、まあ今日、もうすでに、1、2、3、4、5、6、7、8杯。あれ8杯目ですね。これ1投入。うん、割と飲んじゃってたんで、まあ体動かしておいた方がいいかなっていうので。まあ、夕方頃ですけどね。うん、まあ夕方あったら顔とかね、うん、日焼けしないもんで。まあそういうのはいいかなと思うけど、まあちょっと冷えるけどね。な感じです。したらゆっくりします。おはようございます。昨日の結果報告ですね。11月27日日曜日、実験生活1687日目、ドリンクのみの絶食実験7日目です。天気は晴れ、睡眠時間7時間、前日午後11時から今日午前6時までの7時間ですね。今日っていうか日曜日ね。で、昼に1時間ほど寝てるんだ。8時間ですね。睡眠時間8時間。まあ、昼の1時間はね、ちょっと適当だけどね。まあ、ちょっとよくわかんない。少し寝て、で、ちょっと起きて、またちょっと寝ちゃったりみたいな感じだったんで。
まあ1時間ぐらいは寝てたんじゃないかなってとこです。ジョギング5キロ、ウェイトトレーニングはなしです。あと飲食ですね。まず飲んだもの、グリーン豆乳1000ミリ、アップルサラダ豆乳1000ミリ、デイズ豆乳1500ミリ、オレンジ豆乳1500、コレイチ豆乳500、オレンジジュース150、麹水100ミリです。固形物はなしですね。で、ドリンクは5650ミリです。5650ミリ、割と飲んじゃったね。飲んじゃったけど、なんかね、体の調子も悪くないし、割といい感じですね。まあバイオリズムがね、なんか低い感じだったんだよね今日。だから運の落ちる日っていうのかな、良くない日っていうのかな、まあその辺もあったかなと思うんです。なんでたくさん取ってても問題ないっていうかね、そういう日はむしろたくさん取った方が良かったりするんで。尿回数13回出てて、濃さ薄め、かなり薄め、完全無色、量は平均的な量でした。大便なしですね、今日大便出てません。おならは時々ありで、匂いはなしです。おならはね、やっぱね、トイレで出ることが多いんだよね。まあ便器に座るもんでね、立ってしょんべんはしないもんで、もう座ってしょんべんするから、座るとまあ便出す体勢ってかなになるもんで、そうするとね、自然とおならが出やすいっていうか出てくるんだよね。でなんだけど、そのおならの匂いはねなかったね。トイレだもんでね、まあ密閉されてる、密閉っていうか、まあね、あの狭い空間だしさ、風も抜けていくわけじゃないから、おならがね出たら、匂いがあればねすぐ分かるんだけど、トイレの場合はさなおさら、ね、なんだけど匂いはないですね。なので腸環境はまあめっちゃいいってところです。で今日の気づきとしては、まずね、あんまり蚊に刺されなかったですね。最近あんまり刺されなくなってきたっていうのかな、少なくなって、ここ2日ぐらいかな、少ないですね。昨日、ここ2日なんか、ここ2日ぐらいかな、今朝はまああんまり刺されてなかったですね。昨日もそんな刺されてなかったと思ったけどな。でおそらくね、おそらくまあ固形物取ってないっていうね、まあ、そこは大きいのかなって。だって刺されることはゼロってわけじゃないんだけどねゼロじゃないんだけどね、まあ、8割減って感じですね。固形物取ってた頃をまあ10回ね刺されてたとすると、今は2回ぐらいしか刺されないみたいな割合としてね、8割減ってとこです。圧倒的に少なくなったんだよね。まあいい傾向かなと思います。まあこのままゼロにしたいですねもう全く刺されないっていう状態、長男としえさんと同じレベルっていうね、まあ、そこに持っていきたいところですね。だけど若返りするっていう点においてはまたちょっと話変わってきて、ゼロにしたら蚊には刺されなくなるんだけど、それだと若返っていかないっていう可能性あるんだよね、まあ、体がその取らない状態でも大丈夫になればねいいだろうけど、前若返った時は 1.5 リッター絶食だったもんで、そこだったら若返るわけだ。なんでまあ実験するとしたら、まあ 1.5 リッター絶食だな。まずね、まず 1.5 リッター絶食で不老不死になってからだね。それで若返っていって不老不死としてやっていける状態になったら、今度さらにね、もう自立するっていう、食からの自立だよね。まあ、完全に飲食なしでやるっていう、なしで生きられるようにするっていうね、なっていくっていう。まあ、そこの実験に入っていこうかなって思うんで、まずは 1.5 リッター絶食や、そこに向かうってとこですね。それで不老不死若返りをまずは完成させるってとこです。そんだけですね。グリーン豆乳がね、やっぱ調子がいい、一番いいな、あれ、あれが一番ですね、やっぱり。アップルサラダ豆乳もね割といい、甘さも十分っていうかいい感じだし、で野菜も入ってるもんで体にも優しいし、あれいいですね。あとデイズ豆乳もいいですね、割といい、味も結構個人的には好き、ちょっと薄い感じはあるけどね、味も好きだし値段も安めだし、デイズ豆乳も結構使えるんだと思った。でオレンジ豆乳はね、やっぱね取るとね歯に悪いな。まあオレンジ豆乳だったらまだいいかな、オレンジジュースで飲んじゃうとね、もう完全に歯がまあ酸味なのかな、酸でね柔らかくなっちゃうような感じがあるですね。歯に悪いなーってのは、ね、よくわかる。
オレンジはね、オレンジジュースね。取るとしたら、まあオレンジ豆乳として取るのがベストかなってとこです。ただあれ900だもんでね。250、250、250、750じゃん。あと150残っちゃうんだよね。まあ150残ってもそこにまた150ね、豆乳加えて300で飲めばいいかなと思うけど。まあ今回は原液でね、飲んだんだ。そしたらやっぱね、歯に悪いなってとこですね。歯がね、なんか溶けてく、溶けていくのがよくわかるっていうのは、歯をね、歯に、歯をもう舌でね、舌で、舌びらね、舌びらね。歯を舌でね、こうやってなぞるとね、なんかちょっと溶けた感じがあるのがわかるっていうのかな。なんかね、やっぱり歯に良くないなっていうのはよくわかった。まあ、時々オレンジジュース買ってもいいと思うけどな。割と美味しいからね。オレンジ豆乳にすると美味しいんだよ。結構美味しい。っていうか、かなり美味しい。個人的にはめっちゃ好みなんだけど。なんで、まあ、お勤め品とかでね、安くなってたり、まあ、どうしてもちょっとオレンジ、ね、オレンジ豆乳飲みたいって時は買ってもいいかなと思っています。ただ、なるべくね、なるべく減らしていきたいと思ってるところです。これ一豆乳、今日いっぱいだけ取ったんだけど、これ一豆乳取るとね、なんか微妙にお腹の調子悪くなるな、あれ。もしかしたらあれ、あんま取らない方がいいかもしれないな。前取ってた頃そんな悪くなかったんだけどな。なんだろう、取らなかったもんで、ね、お腹の腸内環境がそれに対応してなくて悪くなるのか、あるいはそれとも、もともとね、てか、カゴメさんの方でね、原材料を変えたのか。今まではそんなに農薬使ってないところのね、農家の方からね、仕入れてたのが、ちょっと割と農薬使ってるところに変えちゃったみたいな。まあ、農作物がね、入ってこなくてとか、量が足りなくてとか、あるいは何か別の理由があってね、変えちゃった可能性はありますね。まあ、その辺が原因で、まあ、お腹の調子がちょっと悪くなるみたいなことは、もしかしたらあるかもしれないなと思ったけど。魂がね、なぜかね、これ一良くないんだよね、反応が。魂の反応がね。でね、グリーンスムージーが一番いいんだわ。グリーンスムージーが。値段高いからこれ一の方がいいんだけどさ。なんかあるんだろうな。で、実際取ってみると確かに微妙にちょっとお腹の調子悪くなったりするんで、まあ、本当に取らない方がいいかもしれないと思ったとこです。一応買っちゃった分はね、使うけど、まあ、今後これ一はなしにしていこうかなと思っています。で、グリーンスムージーですね。グリーンスムージーのグリーン豆乳をまあ主力としてね、使っていく。で、それだけだとね、やっぱちょっとつまんないもんで、アップルサラダとかね、野菜生活100のアップルサラダとか、あとデイズだね、農協のデイズ、野菜デイズ。まあ、この辺も買いつつね、買ってで1対1で割ってね、豆乳と割って。飲みつつね、進めていこうかなってとこですね。あれは味的にもなんか、なんていうのかな、デザートっぽい感じがあるっていうのかな。あ、いいんだよね。まあ、グリーンスムージーも甘いからね、あれもデザートっぽさはあるんだけどね。同じ味ばっかだとね、同じ味ばっかだと、割とね、げんなりしてくるんだよね。っていうところです。まあ、そんな感じですね。やっぱりね、絶食した方が調子がいい。明らかですね。絶対こっちの方がいいですね。で、今日11月28日月曜日です。今日は、まず編集ですね。編集を終えてアップロードだね。アップロードまでちょっとやっちゃわないとなってとこですね。で、まあ、レンダリングの最中に買い出し行こうかなと思ってます。もう豆乳買わないとさすがにないもんで。豆乳とあとアップルサラダと野菜デイズ。まあそのあたりは買ってくる予定です。な感じですね。やっぱり、あれだね、食べない方が頭がすっきりして、で、喋るのも喋りやすいな、割と。で、体のね、なんか手のね、手とか体のなんか色合いも良くなるね。血色が良くなるっていうのかな、すっきりしてる感じっていうのかな、まあ、やったらわかるけど、そんな感じです。あとなんか肌がスベスベする。肌がスベスベするね、そんなところかな今んとこ、あと汗はね、塩の味が全くしないね。汗はもう完全に真水って感じだね。純粋な真水って感じ。汗かいた時にね、舐めるっていうか口に入ったりするじゃんな。
うん、で、まあ、味確認するんだけどさ、完全な真水だね。まあ、塩取ってないからね、うんうん、まあそんな感じかな。やっぱ食生活だね。食生活で精神とか体の状態はもう全く違うっていうね。ガラッと変わるね、ガラッと、うん、そのところです。うん、そしたら、あ、取るものはそうだね、コレッチ豆乳とグリーン豆乳とでデイズ豆乳でアップルサラダ豆乳かな。まあその辺でやっていきます。あ、で麹水だね。麹水 100ml 取ってんだけど、麹水がね、割とその、 ネットで調べるとあんまり日持ちしないというか、あんまり日経っちゃうと良くないみたいな話があったりするんだけど、実際そんなことないですね。むしろ個人的にはね、長く冷蔵庫に入れといた方がね、美味しい。美味しいね。あ、なんか酸味も出てきてね、うん。炭酸飲料みたいになってきてね。で、味もね、自分好みだね。美味しい。まあ、3日とか4日ぐらいだね。3日とか4日ぐらい、麹水、冷蔵庫でね。まあ、水出ししといて、水出しね。ずっとつけといて。うん、でそれから飲むって形だね、うん、で1日まあ100ミリくらいでいいかなと思った。でジムとかね、あとまあ汗かいた日、汗かいた時だね、汗かいた時にちょっと飲むのはいいかなと思うけど、まあ100-150くらいかな。1日150くらいだったらいいんじゃないかなってとこです。ジム行く日はね、もうちょっと多めでもいいと思うけど、1日100か150くらいですね。その辺でやっていくのがなんか良さそうだなと思った。割と美味しいよ、麹水。もうね、なんか麹水だけで絶食してみようかなと思ったぐらいですね。麹水絶食ですね。麹水断食って言った方がいいか。麹水断食。なんか割といいかもしれない。うん、あの酸とかね、なんか酵素がいっぱい出てそうな気がするんだよな。だ、断食やっても割といけるんじゃないかなと思ってます。うん、まあそんな感じです、うん、そしたら今から、まあ、ちょっとだけドリンク飲んで、で編集作業始めていきます。今買い出しから帰ってきました。買ったもの、まず有機豆乳ですね、これ4本とアップルサラダですね、これ1本と野菜デイズですね、これ1本だけです。したらまだ編集終わってないんでね、ちょっとゆっくりしたら編集やって、アップロードかけて、あ、レンダリングしてからね、アップロードかけて、あとまあゆっくりします。今ジョギングですね、帰ってきました。まあ、いつも通り5キロですね。ちょっと途中パラついたけどな、雨。まあ、逆に気持ちよかったですね。したらまたちょっとドリンク取って、まあレンダリングの最中ですね。終わったらアップロードします。したらゆっくりします。おはようございます。昨日の結果報告ですね。11月28日月曜日、実験生活1688日目、ドリンクのみの絶食実験、今日8日目です。天気曇りのち雨、睡眠時間8時間、前日午後11時から午前7時までの8時間ですね。ジョギングは夕方5キロ、ウエイトトレーニングはなしです。あと飲食ですね。まず飲んだもの、グリーン豆乳 500ml、コレイチ豆乳 1000ml、 アップルサラダ豆乳 2000ml、 あとデイズ豆乳も 2000ml です。合計が 5500ml ですね。取りすぎだっちゃうね。5リットル以上だよ。で、固形物はなしです、うん、もうずっとっていうか、どのぐらいだ、
あ、8日目だから1週間か。1週間絶食ですね。ドリンクのみの絶食でやれてる。まあ安定してきたっていうか落ち着いたっていうか、もう千日絶食の時と同じような感じですね。もうなんか固形物別にいらないよって感じですね。で、尿回数17回出てて、こそ平均的薄め完全無色、量平均的な量でした。大便1回出てます。お昼頃、色濃い茶色、普通の茶色、あとヘドロ色。ヘドロ色はマーブル状ですね。で、太バナナ状20センチ、プラス粒3粒。若干固めで匂いはわずかにありってところです。匂いはね、ないしって言ってもいいぐらい、なしちゃうとちょっとあれだな。まあ、わずかにありってところですね。最初なんかなかったんだけど、途中からなんかちょっと、あれあるかなみたいな感じになって、ああ、一応まあ、わずかにありだな、みたいな。そのぐらいの匂いはまあ出てたってところですね。まあ量が多いんでね、この量、まあ5000、まあ6000いかないけど5000円ぐらい、4、5000取ってるんでね、ここのとこ。まあそれが匂いの原因っていうか、まあ匂いって言っても本当わずかだけどね。わずかだけど。で、濃い茶色茶色ヘドロ色っていうのはね、その便の、まあ、太バナナ状、20センチのね、20センチの太バナナ状なんだけどね、まずこのね、便がね、バナナ状なんだけど、バナナ状じゃないっていうのかな。なんかすごいゴツゴツしてんだよ、ゴツゴツ。ゴツゴツしてんだよ。だいたい普通、ニューっと出るじゃんな。まあ、スーッと綺麗なバナナ状にニューっと出るじゃんな。いや、今回違うんだよ、なんかゴツゴツしてんだよ。まあ、粒が固まったのだと思うんだけど、それにしてもね、すっごいゴツゴツしてたね。なんだろうね、なんだろうっていうか、まあ絶食してるからだと思うんだけど、それしかないよな。なんかデコボコした太バナナ状20センチで、その部分的に最初の方がすごい濃い茶色で、途中普通の茶色なんだけど、ちょっと水の中入ってたんでね、色合いがそれで変わっちゃってた可能性はありますね。まあ、濃い茶色で、あとね、ヘドロ色っていうのかな、ヘドロ色、部分的にヘドロ色だったんだよ。ヘドロ色っていうのはね、なんかちょっと緑色よ、くすんだ緑っていうのかな、くすんだ緑と灰色が混ざり込んだような色っていうのかな。まあヘドロ色だわな。あんまり綺麗な色じゃないっていうか、それがね、マーブル状だね。マーブル状マーブル状、なんか部分的にニュッニュッニュッと入ってる感じ、その色が。あのチョコレートのパンっていうのかな、パンをねじ、パンにチョコレートを一応ねじってさ、ねじって焼くやつがあるじゃんね、あんな感じで部分的にチョコレートっていうやつがあるじゃん、あれと同じ部分的にね、くすんだ、まあヘドロ色っていうのかな、そんな感じだった。で、3日ぶりでね、2日間出てなくって3日ぶりに出てるんだけど、あのくすんだ色が何が原因かちょっとよくわかんないんだよね。まあドリンクしかないだろうな、ここ1週間ね、ドリンクだからさ。って考えると、まあグリーン豆乳とか、その辺かな、もしかしたら。ってとこですね。おなら時々ありで、匂いはなしからわずかにありってところです。匂いはね、一回トイレで出たおならがわずかにちょっとなんか匂いあるかなみたいなとこだったね。まあそれくらいかな。まあこの量取ると微妙にね、微妙に腸環境が、悪くなるまでいかないけど、まあ若干匂いがね、若干出るみたいな。そんなとこですね。まあ5000だからね、5000。で、今日の気づき。今日はね、そこそこ蚊に刺されたね。そこそこ刺された。まあ、こんだけ取ったらあかんなぁとは思ったけどね。でもお腹がね、すぐすくんだよ。まあ、あかんっていうか、とりあえず千日絶食の状態まで戻ってこれたもんで、全然いいんだけど。これで全然いいんだけどさ。とりあえずここに来れたっていうのが大きいでね。だけどまだね、まだこれじゃダメなんだよね。もっと減らしていかないと。で、翌朝だね。今朝、まあ、
起きてからね、起きてからちょっとゲームやったんだけど、なんかね、ゲーム疲れが早かったね。頭が、なんかゲーム疲れが早くって、なんか疲れるっていうのかな。脳が疲れちゃうっていうのかな。そういう状態だった。うん、まあ、睡眠もね、綺麗に寝れてなかったんでね、1時間半、2時間半だね、2時間半で1回起きてんだよね。そっからちょっとゲーム、やったり、なんかやってたな、うん。あと動画とか見てたかな、YouTube 見てたよな。とかって言うで、4時から7時までを寝てるんで、合計5時間半寝てるんだけど、まあ変な寝方してるもんで、まあその辺もあるかもしれないですけどね。もしかしたらね。だけど、まあ飲食の方だろうなと思いますね。原因、一番でかいのはね、飲食。飲みすぎっていうのかな。ドリンクの取りすぎ。もうちょっと減らさないとあかんですね。やっぱ 1.5 リッターですね。1.5 リッターでやらないとやっぱ良くないなっていうところです。1.5 リッターでやるとね、すっごい頭気持ちいいんだよ。冴えるっていうかね、すっきりするっていうかね、めっちゃ調子いいんだけどね。でずっと 1.5 リッターでやれるようにするには徐々にね、徐々にそこまでゆっくりとね、慣らしていく必要はあるかなと思ってるところです。一気にやるとね、一気にやるとまあ 2,3 日しか続かなくって、すぐ戻っちゃったりするんでね、まあそんなところです。でね、アップルサラダ豆乳は割と美味しいんだよ。美味しくていい感じなんだけど、デイズ豆乳だね。デイズ豆乳も美味しくていいと思ってたんだけどね、やっぱなんかね、デイズ豆乳取るとね、微妙になんかちょっと良くない感じがあるな。ちょっとね、ちょっとだけね、ちょっとだけなんか良くない感じがある。まあ、そう気にしなくてもいいかなとも思うぐらいのレベルなんだけど、もしかしたらデイズ豆乳は、まあそこまでおすすめできるものではないかもしれないですね。ただ値段も安いし味も美味しいんでね。で、そこまで悪い感じもないんで、まあ、おすすめできるっちゃできるかなと思うんだけどね、なんかちょっとね、ちょっとだけなんかね、良くない感じがある。デイズ豆乳。まあ農薬だと思うけどさ、おそらくね。そこだけ、ね、ちょっと引っかかってるってとこですね、デイズ豆乳は。まあ味も割と薄いんで、値段安いだけあって、薄いんで、まあ、微妙なとこですね。微妙なとこですね、デイズ豆乳。選択肢に一応入ってくるけど、主力にはちょっと使わない方がいいかなみたいなところですね。立ち位置として。で、今日ですね。今日11月29日火曜日。今日は、ストラテジーのゲームが出るんで、それをまずやるのと、あと、もう一つね、あれキャラゲーかな、影マスっていうね、影マスっていうゲームが出るんで、それもちょっとやってみるかもしれないですね。魂の反応がね、影マスはね、ちょっと微妙なんだよね。なんか三角っぽい感じだったんで、まあちょっとだけやろうかなってところですね。あ、ストラテジーの方はあのシビライゼーションってやつね、シビライゼーション、覇者の君臨だったかな、そんな名前のやつ。ストラテジー久しぶりなんでね。まあ、どんな感じか、ちょっと楽しみですけどね。前に若返った時はね、ストラテジーやってたんだよね。で、ストラテジーやってると、割と、まあ、時間経つの早くってね、あんまり取らなくてよかったっていうね、ドリンクはね。そういうのがあった。まあ、だもんでね、ストラテジーでもしかしたらね、量減らせるかな。そういう期待もまああるというところです。で、今日取るのは、まあ、コレッジ豆乳とグリーン豆乳、あと、買い出しでアップルサラダと、あとね、あれの、ベリーサラダだったっけな、ベリーサラダ。紫色のやつ。カゴメ野菜生活100の紫色のやつですね。ベリーサラダとか、なんかそんな名前のやつ。赤いやつがリンゴだよね。で、まあ、グリーンっていうか、オレンジのやつがオリジナルで、あと紫のやつが、確かベリーサラダだと3つあったよね。あ、4つか。あとマンゴーサラダ、4つね、黄色いやつね。マンゴーサラダは良くなかったもんで、あれはまあ論外として。やっぱあれだね、その、自分の住んでる土地で採れたものだね。採れたものを食べる方がいいっていうか、
自分の土地じゃないものは体には負担になるなと思った。合わないっていうか、やめた方がいいっていうか。なので南国のフルーツはやめた方がいいなと思った。まあ、日本で取れるような果物ですね。果物とか野菜とか。まあ、そういうものを取っていくのがいいなってとこですね。マンゴーとかね、ああいうパインとかね。ああいうのはまああんま良くないかなって思ったとこですね。パインもね、ちょっと取ったぐらいだったら問題ないんだけどね。マンゴーとかも取ったら問題ないんだけど。なんかね、問題のある時もあるっていうのかな。そんな感じ。南国のフルーツがね、全部悪いっていう感じでもなかったんだけど。ただね、悪いこともあるっていうのかな。悪いこともあるっていうか、割と悪いみたいな感じですね。割と悪い。まあ、その土地で取れたものだね。まあ、その若返りにはね、若返りにはその土地で取れたもの、もしかしたら健康面においてもそうかもしれないけど、日本で取れたものを、まあ、食べる、ね。食べたり飲んだりする。まあ、それがいいかなってところです。なんで、まあ、アップルサラダと、あとベリーサラダですね。まあ、この辺買ってきて、これで豆乳ですね。1対1で割って豆乳。まあ、アップルサラダ豆乳とベリーサラダ豆乳ですね。は、作る予定です。で、まあ、デイズはちょっとやめようかな。デイズ買うのやめて、あとなんか良さそうな、安くなってるのがあったらね、買うかもしれないけど。トロピカーナのオレンジとかね。パインは、パイン一応ね、この間取ってみて悪くはなかったんだけど、まあやめようかな。まあ、安くなってたらちょっと考えちゃうかもしれんけどね。まあなるべく南国フルーツはね、避けようかなと思ってるところです。マンゴーサラダはやめた方がいいですね。あれ、前試してね、良くなかったね。まあそんな感じです。そんだけですね。豆乳がもうあと1本かな。1本しかないんで。今雨降ってるけどね、カッパで行くしかないなってところですね。あるいは1本だけでやるかな、今日。それもありだけどな。天気どうなんだっけな。天気予報だと今日は1日雨だな。早めに買い出しといた方がいいかな、これ。あるいは、まあ少ない量でやるかだけど、少ない量でやれる気がしないですね。気がしない。ちょっと買い行きたいな、買い行っちゃうだろうな。ってとこです。そんなわけですね。そしたら今からちょっとドリンク取って、で買い出し行ってきます。今買い出しから帰ってきました。買ったもの。これね、ベリーサラダ1本とアップルサラダ1本、あと雪豆乳を3本ってところです。これだけですね。したら11時からシビライゼーション、ね、リリースするんで、まあそれもあってゲームやってきます。今ジョギングから帰ってきました。ちょっと病んでたもんで、で走ってきた。まあ途中パラついたけどね、小雨ぐらいは降ったけど、逆に気持ちよかったですね。なんかあったかいね今日。バッグ持ってるだけあって冷気が落ちてこないですね。まあこんな感じで1日1回はね、ジョギング、まあジム行かない日はね、走りたいなってとこです。したらゆっくりします。
はい、おはようございます。昨日の結果報告ですね。11月29日火曜日、実験生活1689日目、ドリンクのみの絶食実験、今日9日目です。天気は雨、睡眠時間5時間半、前日午後11時半から午前2時までの2時間半と午前4時から7時までの3時間、合わせて5時間半ですね。ジョギングは夕方5キロ、ウエイトトレーニングはなしです。あと飲食ですね。まず飲んだもの、コレイチ豆乳 1500ml、 グリーン豆乳 1500、 アップルサラダ豆乳 2000ml、 あとベリーサラダ豆乳も同じく2000ってところです。合計が 7000ml ですね。で、固形物はなしです。うん、まあ、固形物はもう全然欲しいとは思わんね。尿回数18回出てて、濃さかなり薄め、完全無色、量は平均的な量でした。大便は1回出てます。お昼頃ですね。色赤茶色、太バナナ状10センチプラス中太バナナ状15センチプラス細バナナ状10センチプラス粒2粒、若干固めで匂いはわずかにありってところです。うん、赤茶色はね、もう本当に濃い赤茶色っていうのかな。もうまさにそのままって感じだけど、まあコレイチとかね、その辺じゃないかなってとこですね。うん、あとデイズ豆乳とか、あの辺もちょっとオレンジっぽかったっけですね。うん、アップルサラダもね、あれもアップルサラダは割とオレンジよりなんか赤みがかった色だったよね。まあ、その辺が影響してるんじゃないかなってとこですね。おならたまにありで匂いはなしですね。まあね、おならたまにっていうか、時々に近いぐらいのたまにかなってとこですね。数回あったね、数回。で、今日の気づき。まず朝だね、朝。まあ今朝じゃないや、今朝じゃなくて昨日の朝ですね。朝起きた時に、ゲーム疲れですね。ゲーム疲れがしやすかったっていうね。うん、まあ朝、日課のね、日課の、まあその、やってるゲームのね、うん、すべきことっていうのかな、スタミナの消化とかさ、うん、日課としてやるべきことをやってただけだけど、1時間ぐらいかかるんだよね。1時間ぐらい、なんかね、それやってたらすごいね疲れた、うん、ゲーム疲れが起きたっていうか、すごい疲れたんだよね。うん、なんだこれっていうぐらい、ちょっと横になって少し寝ないとあかんぐらいのレベルで疲れたもんで、でおそらくまあドリンクだよね、ドリンクの量だと思うけどな、昨日のまあ飲んだ量が多かったっていうね。グリーン豆乳500、コレッチ豆乳1000ミリ、アップルサラダ豆乳2000ミリ、デイズ豆乳2000ミリっていうね、合計5500取ってんだけど、これ取ってで寝て起きたらなんかゲーム疲れしやすい脳だったっていうね。うん、5500、まあ5000だな、5000取るとあかんなってとこですね。まあ、脳に悪いって、悪いっていうか脳の働きが落ちるって言った方がいいかな、うん、スムーズじゃないっていうのかな。まあこれも果物ジュースの量が割と、アップルサラダなんかね、あれほぼほぼもう果物ジュースみたいな甘さだから、まあ、そういうところが影響してるのかなと思ったところですね。まあそんな感じです。うん、やっぱね、だんだんと増えていくんだよな、うん、取ってるとだんだん増えてくる。うん、4800、6950、4000、5650、5500、7000ってきたね。だんだん増えてくるんだよこれ。で、今日ですね、今日11月30日水曜日です。今日まあ編集ちょっとやってで、なんか喉に痰がへばりつくな。まあ、7000だとさすがにちょっと多すぎかな。うん、ですね。編集やって、あと買い出しで、ちょっとね、アップルサラダがね、やっぱ調子いいな。割と調子がいいですね。体に入れた感じとしても悪くないし、味もまあまあ美味しいっていうか。結構いいなと思ったんですね。値段もまあ、その、グリーンスムージーほど高くはないし。200円から250円ぐらいってとこですね。で、ベリーサラダなんだけど、ベリーサラダはね、まあ、悪く、味はいいんだけど、味はいいんだけどね、体に入れた時の感じがね、なんかそんなにいいとは思えないんだよね。
なんだろう、そんなに悪い感じでもないんだけど、そんなにいい感じでもないっていうのかな。なんかすごく微妙な感じだったんだけどさ。ただ味は美味しいし、その同じ味ばっかね、アップルサラダがいいからってね、あとグリーンスムージーとアップルサラダと。そればっかってのもなーっていう。まあ量が減ってきたらね、量が減ってきたらそれだけでもいいと思うんだけど、たくさん飲む場合はね、たくさん飲む場合は飽きてくるんだわ。同じ味ばっかだとさすがにね。バリエーションとしてまあベリーサラダもありかもしれないなと思ったけど、体に入れた時の感じとしてはそんなにまあいいっていうほどいいわけでもないっていうか、まあゆくゆくやめてった方がいいかなって思ったぐらいですね。ベリーサラダはね、まあ違うっちゃ違うかなみたいな。まあデイズ豆乳と割と似てるんだけどさ、デイズ豆乳もそんな悪くないし、味もまあまあ美味しいしなんだけど、なんか微妙に違うって感じがあるんだよね。なんか微妙な調子の落ちる感じっていうのかながあるんだよ。ベリーサラダも同じなんだけどさ、ただアップルサラダがその中ではまだなんかマシっていうか割といいっていうね。やっぱ一番いいのはグリーンスムージー、使ったグリーン豆乳なんだけど、でやっぱコレイチはね、ちょっと入れるとなんかお腹の調子がってか少し痛みが出るんだよね。まあすぐ消えるんだけどさ、なんでなんかあるんだろうな。でも使ってる野菜の中の何かが悪さしてるとかね、あるかもしれないなと思ったところですね。ただ今までずっとね、もう30歳の頃からいろいろ実験やってきて、その中でね野菜ジュースも試してきたんで、いろいろ結局まあ最終的にまあコレイチが一番だなっていうのが落ち着いたんだけど、コレイチが圧倒的ですね、やっぱり、野菜ジュースはね、もうコレイチ一択って言っていいぐらいです、なんでいや、まあ、あれが一番いいとは思ってたんだけど、絶食をねこうやってもう完全に固形物なしで長期間の絶食とかね、戦時絶食の時みたいにやるとね、なんかやっぱちょっとねお腹の調子悪くなるんだよね。コレイチはもしかしたら良くないのかなと思ってるところです。なんで、まあ、今のところいいのはグリーンスムージーとアップルサラダですね。あとまあオリジナルもそんな悪くないかなと思うけど、オリジナルはね飲んでてもあんまり面白くないっていうかね、悪くないんだけどつまらない味なんだよね。つまらない味なんだわ。ただ体に入れた時の感じは悪くないですねあれ。まあ使うとしたら一応アップルサラダでオリジナルで、その後にベリーサラダが来るかなってとこですね。でマンゴーサラダも絶対やめた方がいいですね、あれは。あれは絶対取らない方がいいです。でベリーサラダもね、結局ブドウ入ってるもんで、ブドウって長男としえさんが血吐いたやつやんな。でブドウはまあね、そう昔からずっとね日本にあったもんではないから、あれね外国から入れてきたやつだよね。で日本で栽培はまあされてたわけだけど、まあ、あんまり馴染みのあるものではないわけだし、なのでああいうのもその土地で採れたものっていうのとはやっぱちょっと違う部分があるから、まあ片足突っ込んでいるけど片足はなんか違うみたいなところですね。なのでそれが影響してるのかもしれないですね。みかんとかね、リンゴとか、まあそういうのだったらいいと思うんだけど、やっぱブドウとかね、まあ、柿もそんな悪くないと思うんだけどな。柿も日本のだよね。まあ、柿悪くないと思うんだけど、農薬影響してんだよな、あれな。で、まあ、注意した方がいいのは南国のフルーツ。で、ブドウもまあ、片足ちょっと突っ込んでるかな、みたいなとこですね。まあ、もうちょっと取ってもいいけどな、ベリーサラダ。味は美味しいからな、あれ。あと、色味はね、なんかいい紫だよね。豆乳と割るとね、色味はね、なんかいい感じの綺麗な紫っていうのかな。割といいんだけどさ、ね。まあ、そんな感じです。やっぱね、カゴメ優秀だなと思った。カゴメ優秀ですね。最近添加物に走ってるけどな。まあ、そんな感じです。で、今日は一応、まあ、買い出しでアップルサラダとベリーサラダとオリジナル、まあ、そのあたり買ってこようかなって思ってるところですね。あと、まあ、野菜デイズもちょっと買っとこうかな。もうちょっとやっといてもいいかな。まあ、
野菜デイズとベリーサラダは、まあ、ちょっと候補から外れる感じではあるけどな、うん、まあそんな感じです、うん、豆乳はやっぱり有機豆乳が一番いいかな、買いやすいってところが大きいですね。スーパーで買える豆乳の中では値段も手頃で味もいいし有機だしっていうね、うん、オーガニックっていうところで、まあ有機豆乳一択かな。他の豆乳とか割と高いんだよね、ちゃんとしたやつで。味がひどく落ちるやつはまあもうちょっとね値段安く買えるけどさ、キッコーマンの無調整豆乳とかね、あれ160円ぐらいで1リットル買えるけど、あれ味がねかなり悪いんだよな、うん、もう飲み比べたら一目瞭然ですね一目瞭然、うん、なんであんなに味悪いんだろうなあれ、うん、水とかかな。まあそんなところです。あ、今日も多分ね7000、8000いっちゃうんじゃないかなと思う。なんか最近ねとにかく飲みたいって感じだね。飲まずにはいられないみたいな感じ。飲まずにはいられないって言ったらちょっと言い過ぎだな。なんかとにかくちょっと飲んでいたいっていう感じで、しかもねなんかその負担がないっていうのかな、割とねすんなり入ってすんなり消えてくみたいな感じ、体にすんなり入ってすんなり消えてくみたいな、うん、なんか全然負担がないんだよな。どこに消えたんだろうみたいな感じでさ、すぐになんかねお腹もなんか膨れるような要素がないっていうか、膨れる感じがないんだよあんまりね。まあ2杯ね、連続で2杯飲むとまあちょっと膨れた感じはあるけど、うん、なんかね不思議なぐらい入っていっちゃうんだよね、うん、まあそういう時期もあるのかなとか思ってるけどね、うん、まあね自然の流れに沿ってね、あと思考をねちゃんとね、うん、もうババジの状態みたいな、ババジラムサとかババジね、ババジは完全に飲まずくわずだったよね。ババジの状態をイメージしてもうそうなっているっていうねところに自分をね持っていくっていう、それやっていったら、まあ、自然とそっちにね流れていくと思うから、そうするとまあその量もね勝手にね、まあ、減っていくっていうか、もういらなくなっていくみたいな、うん、だから自然の流れに任せてね進んでいったらいいっていう風になると思うんで、まあ無理せずにね、頑張らずに何とかしようとせずにねまああの流れに任せるっていうところを大事にねやっていきます。そんだけですねしたら今からちょっとドリンク取ってで編集やってその後買い出しですね、行ってきます。今会社から帰ってきました。で買ったもの、まず飲む果実グレープフルーツですね、名楽のこれお勤め品だったんでちょっと買ってみて、前買ったよね、なんかそんなに良くなかった気がした。でアップルサラダですね、これ1本と野菜デイズこれ1本、まあ、ベリーサラダはやめた、トマチの反応も良くないってことだったんでやめた。で今日30日で明日12月1日なんで神棚にお供えするお酒ですね、買ってきています。まあいつも通り私は飲まないけどね、あもうどんどん増えていく一方だよねしてあと有機豆乳ね、有機豆乳4本買ってきています。そしたらまあこれかな、この辺で割って飲んでいきます。おはようございます。昨日の結果報告ですね、11月30日水曜日、実験生活1690日目、ドリンクのみの絶食実験、今日10日目です。今日っていうか昨日だけど、
天気曇り、睡眠時間4時間半。前日、当日の午前2時から4時までの2時間と、午前6時から7時までの1時間と、午前7時半から9時までの1時間半、合わせて4時間半ですね。ちょっと寝ては起きて、ちょっと寝ては起きて、みたいな。まあ、たくさん飲んでるとね、トイレ行きたくなるんだよね。まあ、それで起きちゃうんだけどさ。なんか4時間半だもんで、まあ、寝てるトータルの時間数は少ないんだよね。で4時から6時とかの間は確かゲームやってたと思う。確かゲームやってましたね。ジョギングなし。今日ジョギング行ってないな、そういえば。はい、行ってないよな、今日。今日ってか昨日だけど。まあ寒かったんでね、ちょっとなんか。まあ言っときゃよかったけど。まあいいや。ジョギングなし、ウエットトレーニングなしです。あと飲食ですね。まず飲んだもの。グリーン豆乳1000ミリ、コレイチ豆乳1000ミリ、グレープフルーツ豆乳1000ミリ、アップルサラダ豆乳2000ミリ、あとデイズ豆乳1000ミリです。合計が6000ミリですね。固形物はなしです。6000だよ。昨日7000だから、まあ若干減ったか。尿回数13回出てて、濃さ完全無色、かなり薄め、量は平均的な量でした。大便1回出てます。お昼頃、色茶色、やや濃いめの茶色ですね。ふとバナナ状20センチプラス粒3粒、平均的な硬さで匂いは少しありってところです。匂いね、あった、まあ、明らかにあったね、そんなきつくないんだけど、ちょっとあったってところです。おならたまにありで匂いはなしですね。まあ、おならね、ちょこちょこ出るんだよ。ちょこちょこ出る。まあ、匂いはなかったけど、今日の気づき。今日は、まあ別にそう、何も問題はなかったんだけど、翌朝だね。さっき寝て起きた翌朝だね。ついさっきだね。ついさっき寝起きの状態だね。寝起きの時にね、なんかちょっと片頭痛が出てきそうな感じはあったっていうか、まあ半分出てるみたいなとこですね。片頭痛が半分出てきてる状態だったんだよ。でもうちょっとだけね、寝ようかなと思ってたんだよ。今朝はね、午後11時だね。前日午後11時から午前2時までの3時間と、午前5時から6時半まで1時間半寝て、4時間半寝てるんだけど、6時半に起きて、でそっからちょっとだけね、ちょっとだけ、もうちょっとね、もうちょっとだけ寝ようかなとか思ったんだよね。思ったんだけど、なんかそしたら片頭痛がなんか出てきて、出てきたんだわ。あれ、この片頭痛このまま寝たらやばいんじゃないかなって、たくさん寝るとね、片頭痛出やすいんだわ。出やすいんだわ、間違いなくね。今までずっとそうだったんでね。まあ私の場合はね、少なくとも。なのでこのまま寝たら片頭痛これ出るなって。ほんと日中そのずっとね、片頭痛に悩まされる状態が続くもんで、それ嫌だなと思ってさ。でまあ出始めだったんで、ちょっと出てきた感じだったんで、このまま寝たら多分ひどくなると、間違いなくひどくなるなって。でも寝なかったらこれまあ大丈夫かもしれないと思ったんで、でもうすぐ起きて柔軟やって、でシャワー浴びてって感じで、だから今日早いんだよね。まだ8時22分なんだよ、いつも遅いよね。もうだいたい昼ぐらいになっちゃうもんね、いつもね。で、今までやってたゲーム、アリスフィクション、あれもうやめたもんで、あれでだいたい朝1時間ぐらいね、1時間から2時間ぐらいね、潰れちゃうんだよ、あのアリスフィクションでね。あれやらないもんで、なんで朝、まあ、時間が取れるっていうか、割と早い段階でこうやってね、結果報告ができるっていう。まあまたゲームやるけどね。今度はあの信長の野望ってやつ、まあ端末対応してたらね、信長の野望ってやつやろうかなと思ってます。ちょっとストラテジー久しぶりにね、やってみたいんで。ってところです。まあ、片頭痛、今はね、大丈夫だね。なんかちょっとだけやっぱ出そうな雰囲気はあるんだけど、ちょっとだけ。まあ大丈夫。今の状態だったら、まあ全然大丈夫っていう感じです。なんか片頭痛の原因がね、もしかしたらグレープフルーツだね。グレープフルーツにあるかもしれないと思ってるところですけどね。あるいは、まあ、1日だもんで、神棚にお酒をお供えするのも早い方がいいんだよね、朝。
朝、まあこのぐらいの時間の方がいいわけだ。多分で、まあ早く起きろと。そういうせかされたのかもしれないっていう、そういう可能性もあるなと思ってるんだけど。まあグレープフルーツに関しては、今後もまあお勤め品として安くなってたらね、そう別に好んで買いたいっていう感じではないんだけど、味は悪くないですね。味悪くないけど、まあ別にそうね、栄養価が高いってわけでもないし、野菜ジュースに比べたら、うん、グレープフルーツで肌とか良くなって若返ってくるならいいけど、まあそういうわけでもないし、買う理由がないんだよね。味もまあ別に悪くはないけど、そうオレンジほど甘くて美味しいっていうわけでもないから、まあ正直微妙っちゃ微妙なんだけど、うん、まあバリエーションの一つとしてありかなと思ってるところですね。なんで今後もお勤め品になってたら買うかもしれないけど、まあ基本そうじゃなかったら買わないかな。あれ250円ぐらいするんだよね、1本ね。まあ安いとこだともうちょっとね、安い200円近くぐらい、200円ちょっとぐらいかな、で買えたりするんだけど、今行ってるスーパー250円ぐらいするもんで、税抜きでだよ、税抜きで250円ぐらいする。これなんで、まあお勤め品なら買うかなってとこですね。オレンジジュースとグレープフルーツはお勤め品だったら買うってとこです。一応パイナップルはね、お勤め品になってたんだけど、パイナップルジュースって、ね、あのトロピカーナのね、まあ買うのやめた。魂にも確認取ったらやめた方がいいってことだったんで、まあやめてきたって。まあそんなところです。まあ柑橘類だったらまだいいかなっていうところですね。ただやっぱ酸が強いもんで歯に悪いけどな。で今日ですね、今日まあ12月1日ですね、1日、今日は一回買い出しで、まあ豆乳とね、あとまた野菜デイズとアップルサラダで、あとお勤め品でなんかあればね買ってくるっていうところです。まあその辺でやろうかなってとこですね。もうすでにデイズ豆乳を2杯ですね、2杯、 1000ml と、あとグレープフルーツ豆乳500だね、500、1杯だけ取ってるんで、もうすでに1500取ってるんだよ、早いね。なんかね、飲んでるとね、飲まずにはいられないんだよな。飲まない期間を長く取るっていうことができなくなってきちゃうっていうのかな、たくさん取ってるとね。ちょっと経ったらもう作りいっちゃうんだよ、500作りって。それで一気にガーッと飲んじゃって、でまた1時間ぐらいしたらまた作りいっちゃうんだよね。そんなペース。これをもう1日で3杯だからね、飲む時も100ミリくらいで飲む、ね、済ませるっていう、まあそこまでちょっと持っていきたいところですね、少なくとも、まあ不老不死の実験するためにはね。そんだけかな。で、まあ、この後ちょっと買い出し、9時になったら買い出しけど、あと編集も一応まあやれたらちょっとやりたいなと思ってます。その信長の野望波動だったかな、あれ始めるんだけど、それがいつリリースされるかちょっと分かんないんだよね、時間が分かんないんで、まあ、昼ぐらいだったら午前中に編集やってね、で昼からまあゆっくりゲームやろうかな。まあそんな感じです。したら始めていきます。今買い出しから帰ってきました。買ったもの、野菜生活100、アップルサラダこれ1本と、オリジナルですねこれ1本、あと豆乳、有機豆乳を4本買ってます。まあこんだけですね。お勤め品はなかったね。マンゴーサラダはあったんだけど、まああれは良くないもんで、ってところです。そしたら今から編集ですね、やっていきます。
おはようございます。昨日の結果報告ですね。12月1日木曜日、実験生活1691日目、ドリンクのみの絶食実験11日目です。天気は晴れ、睡眠時間4時間半、前日午後11時から午前2時までの3時間と午前5時から6時半までの1時間半、合わせて4時間半ですね。4時間半だよ割と少ないよね。ジョギングなし、ウエイトトレーニングなしです。あと飲食ですね。まず飲んだもの、デイズ豆乳1000ミリ、グレープフルーツ豆乳1000ミリ、アップルサラダ豆乳1000ミリ、あとオリジナル豆乳1000ミリです。全部2杯ずつだね。合計が4000ミリです。固形物はなしですね。尿回数14回出てて、濃さ完全無色、かなり薄め、量は平均的な量でした。大便1回出てます。朝、色茶色プラスオレンジ茶色太バナナ状20センチプラスソフトクリーム状で150ミリくらい、平均的な硬さで匂いは少しありってところです。色はね、まあ本当に普通のオーソドックスの茶色って感じだったんだけど、なんか部分的にね、ちょっとオレンジっぽい茶色っていうのかな、明るいオレンジっぽい茶色っていう、そういうところもあった、ね、部分的にね。まあそんな感じです。匂いはねちょっとあったね、やっぱね取りすぎだな、この量取りすぎだもんで、腸環境がちょっと悪くなって、でまあ匂いが出てきてるっていう感じですね。でおならはなしですね。今日おなら全く出てないはず、全く出てないですね今日。で今日の気づき、まずね今日ね、もう9時ぐらい、夜9時ぐらいに、まあずっとゲームやってたんだけどさ、信長の野望ってやつね。信長の野望波動ってやつ。どこの会社だったっけ、光栄だったっけ、なんか、多分有名な会社だと思うんだけど。まあ、ストラテジーゲームですね、ストラテジー。リアルタイムストラテジーって、RTS かな、のゲームなんだけど、割とね、リアルタイムストラテジー好きってね、好きなんだよ。で若返った時前にね、先日絶食で若返った時もストラテジーのやつやってたんだけどさ、今回のね信長の野望、名前自体はね聞いたことあったんだよ、信長の野望っていうね、昔からゲームであるよね。ファミコンの頃からあったかな、なんか古いね頃か昔からあるよね、名前としては。多分やったことはなかったんだよ、そう別にそのそそられるようなもんじゃなかったからさ、そんな戦国時代にあんまり興味なかったもんで、でまあ絵柄もなんかそのちょっとリアルっぽい絵柄で、なんかあんまとっつきにくい感じだったしさ、ずっとまあやったことなかったんだけど、まあ信長の野望っていうタイトルで全くねずっと同じものを作ってるわけじゃないと思うし、中身はねいろいろ変えてたり、まあ全く違うものでね、タイトルだけ同じっていうのもあったと思うんだけど、今回のやつはね初めてだね、信長の野望っていうタイトルのゲームは初めてやったでやってみた感じね、面白かったっていうか、今やってんだけど、今なかなかねいいですね、なかなかいい出来ですね、ちょっとね、ちょっとなんか不親切なところっていうのかな、ちょっとここはこうもうちょっと変えた方がいいだろうみたいなところはあるけどね、ちょっとおかしいよねみたいなところはちょっとだけあるけど、でもね大体全体的に出来はいいですね、出来が良かった。なんか久しぶりにまったり楽しめそうなねゲーム見つけたなって思った。シビライゼーションだったっけ、シビライゼーション、あれ韓国のネクソンだったかなが使ってるやつなんだけど、あれもね出来良かったんだけどさ、出来良かったんだけど、なんかねサーバー移動ができなくなったんだよね、そこだけちょっと問題で、まあ、やめちゃったんだけどさ、サブとね、メインとサブとね、2つ作って、で、同じところでやろうと思ったんだけど、できなくて、それが。で、まあ、できなかったら意味ないもんで、で、まあ、なかなか、その、サーバー移動がね、解消される感じでもなかったから、で結局もうやめちゃったんだけど、ただ中身はね、すごい良かったですね。すごいっていうか、かなり、まあ、ストラテジーらしいストラテジーっていうのかな。まあ、基本を抑えてるっていうか、
過去他のストラテジーゲームやったことある人は、まあ、すんなりやれるような、それでいてなんかパズルの要素とかあったり、なんかあの割とねいい感じだったね、うん、これいいなとか思ったけど、ただパズルもね飽きてくるね、あんまたくさんやるとね、あちょっと飽きてきちゃうね、あれ、うん、けど、うん、いいなと思ったね、すごい出来がいいですね、でグラフィックも綺麗っていうか、うん、そのなんていうのかな、施設っていうのかな、建物とかも作りがすごいしっかりしててね、細かくてねいい感じですね、デザインがいいっていうか、それでいていろんな国のやつがあるからさ、デザインがあるからさ、あとまあなんていうの、英雄っていうね、キャラクターとかもなんかしっかりしてたし、で情報も多いんだよね、うん、この偉人はこういう感じのね方ですよみたいな、そういう説明文もしっかりあってさ、うん、勉強になる、歴史の勉強になるっていうのかな、うん、なんでね割とあれも良かったんだわ、良かった、うん、あれやったらずっと続けてもいいかなと思えるぐらいでしたね、うん、あのシビライゼーションとあと今回の信長の野望両方良かったんだけど、まあサーバー移動ができないっていう問題があったもんで信長の野望に落ち着いたんだけど、まあ結果的にでも信長の野望がうんいいかなとは思う、っていうか一番楽しめそうではあるんだよね、うん、ああいうストラテジーってね大体ね途中からもう固まってきちゃうんだよね、勢力が勢力固まってきちゃって楽しめなくなってきちゃったりするんだわ、うん、まあ平和な状態で落ち着いちゃうか、あるいはまあ戦争でもねどっかが一強になってね、うん、もうなんか遊べないみたいな、強すぎてもうゲームバランス狂っちゃってるっていうのは、そういう風になっちゃったりするんだけど、信長の野望はねワンシーズン3ヶ月でリセットされるんだよねあの波動ってやつね、リセットされるもんでまた楽しめるじゃんな、でギルドなんかもねまた解消っていうかな、一から始めるっていう形で、うん、やっていけるもんで、まあ、面白いなっていう、ね、うん、3ヶ月ごとにねまたリセットしてまたさあ楽しみましょうみたいな、どんな感じになるかさ、うん、また違うね流れになったりすると思うしさ、そういうのいいなっていうね、うん、まあそんなところがあって信長の野望、まあ、ちょっとやっていこうかなと思ってます。でそれやってたんだよね、ずっとやってたら割とねお腹すきゅーと空いてきて、まあ、それから取るみたいな感じになってきてて、これ多分で今日4000で済んでんだよね、4000でもあの最初の頃だね、最初の、まあ、昼までだね、昼までで2000取ってるから、うん、で信長の野望があれで、始まったのが昼過ぎてからだったな、うん、からだったの、1時か2時かするぐらいだったな、それまでにまあそこそこ飲んじゃってたけど、信長の野望をやるようになってからね、やるようになってからはあんまり飲んでないんだよね、だもんでやっぱりゲームやると、ああいうストラテジーのゲームというか自分が面白いと思えるゲームをやると飲食の量をね減らせるっていうね、うん、あのルイジ・コルダロさんの本なんかでもやっぱねその医者の方でね、医者の方があのそのコルナロさんの話を聞いて講話聞いて、でよしじゃあ自分もやってみようってね、超小食でね、ごく小食か、ごく小食でやってみようって言ってやり始めるんだけど、やっぱりねあの挫折するケースが多いらしいっていう、難しいっていう、やっぱ食をね減らすっていうのはねなかなか大変だったりするんだよね、よっぽどそのコロナロさんみたいに病気になってもう死ぬか生きるか、じゃあ死ぬかもう食を減らすかどっちかしかないみたいな、二択に迫られる状態っていうのかな、うん、もう食やめなきゃもう死んじゃいますよみたいな、コロナロさんはそこまで行ったんだよね、そこまで行ってそれでようやく食事を減らしたっていうね、もう死ぬのは嫌だしっていうね、でそこまで行かないと普通はね、そんな講話とか話聞いたぐらいでさ聞いたぐらいでそうそうやめれるもんじゃないんだよ、うん、食ってねそんだけもうがっつりね心をもう掴んじゃうっていうのかな、食のうまさっていうのかな、美味しさっていうのかな、食の魅力っていうのかな、あれはね結構厄介でね、
がっつり掴んじゃうんだよね、心を。これだもんで、なかなか減らせないんだよ、減らせないし、そのごく少食ってね、まあ普通あんまりね、難しいってのは難しいわけだ。だけど、うん、こうやってゲームとかやってるとね、うん、減らしていけるって。そう、多分ね、なかなかやれない、その減らしていけない人はね、食事が減らしていけない人は、まあそのゲームだね、うん、なんか好きなゲームをやると、割とすんなりとね、減らしていけたりする。うん、で、まあ、少ない量でやる習慣がついてくればね、それに体が慣れてくれば、まあ、そんなに欲しいと思わなくなってくるもんで、うん、そしたらそのままね、そのまま少ない量でどん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 やっていって、あとはまあ厳格にやるっていうね、うん、それがまあ道っていうかな、うん、一番いいやり方かなっていうところです、うん、割とゲーム大事なんだよな、うん、ゲームがあるかないかで全然違うんだよね。ゲームをやらずにもうひたすらそのね、食を減らすぞって言って頑張っちゃうとさ、続かないよね。一日がめっちゃ長く感じるから、そうすると、うん、だけどゲームやってると時間経つの早いんだよ、うん、ほいで行ってあんまり取らなくて済むもんで、まあさすがにね、お腹空きすぎてちょっと気持ち悪くなってくると取るけどねちょっとこの辺で取らないとまずいみたいな、うん、そのぐらいまでね、そのぐらいまで取らずに進むことができるっていうか、済ませられるっていうか、うん、ああいうストラテジーゲームおすすめですね、うん、あの信長の野望波動ってやつね、あれいいですね、うん、なんかサーバーも今徐々に、ね、徐々に増えていってるっていうか、うん、深夜にまた2つ増えたかな、うん、だもんで、まあ、新しいところでねやったらいいんじゃないかなって思うし、まあ途中から入ったとしてもまた3ヶ月でリセットされるもんで、うん、そしたら新しく始めれるよね、うん、なんでなんていうのかな、後から後発組がさ、後発組が追いつけないとか、うん、でもう蹂躙されちゃうとかね、うん、戦力差がありすぎてね、遊べないみたいな、そういうことがないもんで、あ、このゲームシステムなかなかいいなと思ったね、うん、特に長く遊ぶんだったらね、うん、こっちの方がいいかなって。なんで今までのストラテジーゲームの、まあ、マイナス面っていうのかな、うん、デメリットのところかな、そういうところをうまく解消してるもんで、あ、いいですね。まあそんな感じです。で、あと今日はちょっとなんか偏頭痛がね、少し出そうな感じがあったね。何が原因かちょっとあれ分かんないんだけど、おそらくね、グレープフルーツだな。なんかグレープフルーツ取ってからなんだよね。うん、多分グレープフルーツで間違いないと思うんだけど、まあちょっと様子見ようかなってところです。まあ途中から良くなったね。途中から寝てからかな、寝てから良くなってますね、偏頭痛は、うん、でちょっとだけ寝たんだよ。3時間だね、3時間だけ寝たんだけど、うん、それで全然良かったです。あれ3時間だけだったっけ、朝に1時間ぐらい追加で寝たような気がしたな、うん、4時間ぐらいかな、4時間ぐらい寝てます。で今日ですね、12月2日金曜日です。今日一応編集やってできたらアップロードまでかけちゃいたいなってとこです。あと水汲み行ってきます。神社のね、井戸水汲んできて、で買い出しでちょっとドリンクの補充ですね、うん、したら、まあ、ジョギングもちょっとどっかで行きたいなと思ってるところです、うん、まあ、ジムは明日にしよっかな、うん、まあ、今日はいいか、まあ、今日はジョギングぐらいは行きたいなと思ってます。そんだけですね。もうすでに2杯アップルサラダ豆乳とオリジナル豆乳ですね、飲んでますだけですね、うん、したら今から水汲みだな、水汲み行って、で買い出し行って、でその後はどっかで編集やってですね、うん、行ってきます。
今買い出しから帰ってきました。買ったものこれですね、野菜デーズ1本と、あとトロピカナオレンジですね、これ2本と、有機豆乳2本買ってます。有機豆乳はまあいつものやつ、あ、こんだけですね。したら取ってきます。今ジョギングから帰ってきた、帰ってきて、でちょっとゲームをねやって、でシャワー浴びたとこですね。5キロほとんども走ってたね今日、うん、6時半、うん、もうずっと、ま、ラストの方だけちょっとだけ、ラストちょっとだけ歩いたけど、もうほぼほぼもうずっと走りっぱなしですね。でまあそんだけかな。そしたらゆっくりします。え、おはようございます。ちょっとゲームやってて、キリのいいところまでね行っときたかったんで、昨日結果報告ですね。12月2日金曜日、実験生活1692日目、ドリンクのみの絶食実験12日目です。天気は晴れ、睡眠時間4時間、前日午後10時半から午前1時半までの3時間と、あと朝に1時間ほど別でちょっと寝ちゃってたと思うんで、あんまあやふやっていうか、あんまはっきり時間の長さはわかんないんだけど、多分1時間ぐらいじゃないかなってとこですね。で、合わせて4時間です。ジョギングは夜5キロ、ウェイトトレーニングなしです。あと飲食ですね。まず、飲んだもの、アップルサラダ豆乳1000ミリ、オリジナル豆乳1000ミリ、あとオレンジ豆乳2500ミリです。合計が4500ミリリットルですね。固形物はなしです。4500、まあ4500だったらまあまあいいかなってとこですね。尿回数12回出てて、濃さ薄め、あと平均的な濃さ、量は平均的な量でした。今日はなんか尿がね、割と濃いめだったね。まあ、取ってる量が少ない。まあ、4500ってそこそこ多い気もするけど。まあ、7000とかね、6000とか取ってると完全無色のね、匂い、尿が出たりするんだけど。今日なんか割と濃いめでしたね。いつもに比べると圧倒的に濃いって感じです。大便が、なしですね。今日大便出てません。おなら時々ありで匂いはなしですね。うん、おならはね、ほんとちょこちょこあるね。ちょこちょこ出るね。ただ匂いはまあない。ないっていうか、まあ鼻までは上がってきてない。多分ないと思います。うん、今日の気づき。今日別に、ああ、まあオレンジ豆乳だわな。オレンジちょっと飲み、安くなってたんでね。で、あとまあ飲みたいなってのもあったんで、うん。で、買って飲んだんだけど。やっぱりね、酸が強いな。歯が脆くなるっていうか、柔らかくなるっていうのかな。うん、歯に悪いなと思った。うん、うまいんだけどな、やっぱ取らん方がいいかなってとこですね。あと翌日の朝の顔も見たけど、なんかやっぱ良くないな。ただオレンジジュースとか果物ジュースはやめた方がいいかもな。やっぱ野菜ジュースの方がいいわ、調子がいいっていうか。うん、まあ一番いいのはグリーンスムージーだと思うけどな。まあいろいろとね、まあ試しているところでもあるんで。あとアップル豆乳が割とね、味も良くって結構いいね。うん、まあ体がすごいいい感じになるとかいうのはないんだけど、そんな悪い感じがなくって値段も手頃で味もいいっていうね、うん、アップルサラダ豆乳カゴメの野菜生活100のね、あれなかなか優秀ですね。うん、オリジナルもね悪くはないんだけどね、オリジナルはなんかね、旨味っていうのかな、なんかパッとしない感じなんだよね味が。
オレンジサラダ、あのアップルサラダ、ね、アップルサラダの方はねしっかりとした甘みがあるっていうのかな、うん、満足感はあるんだけど、なんかオリジナルはなんか満足感っていうか、なんか味が微妙っていうか甘さが微妙って言った方がいいかな、うん、体にはいいかもしれないっていうとこですね、うん、まあそんな感じでした、うん、で今日ですね、今日12月3日ですね、土曜日です。で昨日ちょっとだけまあ編集やったんだけどね、なんか頭が煮詰まっているような感じっていうのかな、ゲームのやりすぎでゲームあまりやってると頭が煮詰まってくるんだよね、うん、まあその辺もあってちょっと少しだけしかやってないもんで、まあ、今日編集ちゃんとやってでアップロードですねまで行きたいなと思っています。あとジムもちょっと行きたいと思ってるところです。まあ、どのタイミングで行くかっていうね、ストラテジーのゲームやってるんでねうん、まあうまくやろうかなってとこです、うん、これあの端末も持って行ってジムに、でジムの Wi-Fi 使ってまあ途中でねやるべきことやったりとか、うん、まあしようかなと思ってるとこですね。で編集とまあ、うん、ジムと買い出しも一応まあちょっと行くかもしれないですね、うん、まあ行かなくてもやれる分はあるけどな、天気がいいんで買い出しはまあ行ってもいいかもしれん、まあ、ジムの帰りとかでもねいいしってとこですね、うん、そしたら今から編集かな、うん、編集やっていきます。違うわ、編集じゃないわ、計測やらないとか、今日土曜日だわ、土曜日だもんね、計測の日だわ。11時25分なんで、まあ11時半だな、もうお昼だけどね、11時半ってことで計測入っていきます。嘘、測っていきます。正面、側面、背中、71ですね、115の82ですね。今週の結果報告です。まず計測ですね、今週の計測時刻午前11時半頃です。先週に比べて1時間半ほど早いですね。先週1時だったね、午後1時だったんでね、まあでもお昼近辺ですよね、うん、まあ近い時間に測ってるって見方でいいでしょう。体重 61.90kg、 先週に比べて 0.5 キロ の増加です。 BMI が 19.5 でプラス 0.1、 体脂肪率は 16.0% で 1.2% の増加です。で体重体脂肪率ともに増えてんだけど、今日はね朝なんかちょっとお腹空いてて、でドリンク取ってんだよね、オレンジ豆乳2杯、2杯だもんね、1リットルだよ、1リットル取ってんだわ、1000ミリ、それで1キロぐらい増えてる可能性あるよね。まあトイレとか行ってるもんで丸々1キロじゃないと思うけど、まあ半分の 0.5 キロぐらいは増えてる可能性はありますよね、うん、それかもしれないですね、体重 0.5 キロ多いっていうのはね、うん。で BMI も 1.2%、 これもまあ水分量っていうのかな、体内水分の量が増えると電気抵抗変わるもんで、まあその辺の影響を受けちゃってる可能性はありますね。まあ何せよ体重体脂肪率増えるってまあいい傾向かなって思ってるんで、あんま減っていくと困っちゃうんでね、減らないようになっていくはずなんだよ、減らないようになっていくはずってことは、まあ取りすぎてたら増えるかな、当然な、うん、っていうところですね。で血圧115の82、最高血圧-1、最低血圧+6なんで、まあ、血圧はそう勝てないですね。脈拍58で -13、 ウエスト 71.0cm で 1cm の増加です。まあ体重も増えてるんでね、体重体脂肪率増えてるんで、まあ、1cm ぐらいは妥当かなってとこですね。脈拍が妙に低いんだけど、どうだろうね、今寒いもんで
その辺の影響かもしれないですね。なんか妙に脈拍低いですね今日。で、今週の気づき、今週はまあドリンクのみの絶食実験ですね。もうずっとはな、最初からだな。2週目になるんだよね。1週目はまあ途中からだったけど、2週目なんで、もう最初からですね、土曜日。11月26日土曜日からもうずっとドリンクのみの絶食実験ですね。やれてます。うん、いい感じですね。まあ、取る量が多いけどな、今だ。うん、土曜日 4000ml だね、4000だね。で、日曜日5650。で、月曜日5500、火曜日7000、水曜6000、木曜4000、金曜4500。微妙にまあ下がってはきてるかな、うん、減ってはきてるかな。まあ土曜日4000だったけどな。まあ、平均どうだろう ?5500 あたりかな、平均。うん。ってとこですね。うん。まあいいんじゃないかな、これで。うん、ただ一つ、その、ドリンクだね、ドリンク。特に果物ジュースだね。果物ジュースでもあんま安いやつは買わない方がいいっていうね、粗悪って。うん。なんか体の状態が悪くなるっていうか、負担になるっていうかね。まあ、ずんと重くなってね。うん、で眠くなったりね、やる気が起きなくなったりするんで、あ、野菜ジュース、質のいい野菜ジュースがいいかなってとこですね。まあカゴメがいいでしょうね、うん、前もいろいろ試したんだけど野菜ジュース、やっぱね他のメーカーなんかねいまいちなんだよね。体のし、なんかなんていうのかな、体に入れた時の感じが違うっていうのかな、多分農薬だと思うんだわ。農薬使ってるやつね、使ってる野菜をまあ材料にしちゃってるとかね。カゴメはちょっとよくわかんないけど、まあ少なくとも農薬使っててもそう体に影響ないところをね、うん、ちゃんと気にしてね、気にして作ってると思うんだよ、うん、全く農薬使ってないなんてものはまあ EM だったら可能だけど、そんなに多くないと思うし、まあその辺ちょっとなんともね確認取れるのか、うん、まあね分かんないけど、まあうん、カゴメが今んとこねいいかなって。やっぱ自分の体に入れてみてね、体の感じとしてどうなのかっていうところが一番大きいもんね。一番大きいというか一番正確って言った方がいいかな、ね、一番正確だよねそこが。他の人がああだこうだああだこうだ言ってるやつで参考にならなかったりするんだよね。全然参考にならないっていうか、うん、裏があったりするでな、うん、そうやって言ってるけど実はお金もらっててね言ってるだけとかさ、うん、そういう派閥があったりとかさ、なんか裏があったりするんでね、あんまりね周りの声って参考になんないんだよ。だけどこうやって実際にね、実際に経験した言葉っていうのが大きいのかな、うん、自分で経験したことがやっぱ正解だね。それが唯一の真実っていうのかな、なんかそんな感じ。うん、なのでまあ実際に取ってみてね、どうなのか、ね、こういう果物ジュース飲んだらなんか体の調子悪くなったぞっていうのがあれば、まあそれもね大事なことっていうか、まあ一つの真実だからさ、まあそういうの取らないようにするっていうね、うん、まあ、そんな感じですなんで、うん、まあ果物ジュースはちょっとなるべく避けつつ、カゴメの野菜ジュースだね、カゴメの野菜ジュースとあと明楽の雪豆乳ですね、この辺で作っていく。まあ、雪豆乳というか、まあ、豆乳に関しては、質のいい豆乳が手に入るんだったらね、それでいいし。うん、まあ、普通のスーパーで売ってるもので実験するっていう上では、雪豆乳がまあいいかなってとこですね。割と味違うよ、全然違う。あの、キッコーマンの無調整豆乳とかさ。まあ、キッコーマンの無調整豆乳もね、あの、高いやつは安いやつあるからね。安いやつはね、やっぱ味が悪いんだ。高いやつはねいい、それなりにいいですね、やっぱり、うん、違うんだよね、材料が違うのかなあれな、やっぱりな、あと濃さも違ったりするけどさ、うん、あのコーマンのなんか濃いやつだね、濃い調整豆乳のやつ、あれまあ、あれお腹一気に悪くなるんでね、お腹の腸環境一気に悪くなるんで、無調整豆乳がいいですね、取るなら無調整豆乳ですね。うん、別にあのそのまま飲むとなんか飲みにくいっていうのがね、まあそういう人が大半だと思うんだけど、うん、でもね野菜ジュース割ったら普通に美味しいから果物ジュース割っても美味しいしもちろんね、うん、そうやって割ったらいいだけの話だもんで、うん、
まあ舌がね、舌が回復していくとね、普通の食事通ってるともう舌バカになっちゃうけどさ、絶食とかして舌が回復してくると、あの豆腐なんかもさ、そのまま食べれるし、何もつけずにね、豆乳もそのまま飲んで美味しいってなるから、全然違うんだよね、その素材のね、旨味っていうね、実はあるんだよ。なんか普通の食事通ってるとね、分かんなくなっちゃうんだよね、まあ調味料調味料調味料で味付けされたってやつばっか取ってるとね、分かんなくなっちゃう、すぐにね分かんなくなっちゃう。まあそんな感じです。まあ調子はいいですね。ただまあ量をもうちょっと減らしていかないとっていうのはあるけど、まあ、無理して減らす必要はないっていうか、無理しない方がいいからね。やっぱ焦ってやるとろくなことがないっていうか、うまくいかなくなったりするんで、まあ、焦らず流れに沿ってね、流れに従ってね、流れていけばまあたどり着くっていうね、不老不死にたどり着く、だからまあ今は流れにとにかく乗るっていうね、でそのためにもまあゲームはね割と大事だったりしますっていうとこかな。そんなわけですね。寒くなってきたんでね、ドリンク飲むと一気に体冷えるんだよ。一気に冷える。まあ、冬場は大変だよね。夏場はね、逆にね、暑くてもね、平気なんだよ。割と普通でいられるんだけど、冬は逆にすっごい寒くなるからね。体が一気に冷えるんで。まあ、冷蔵庫から出してすぐ飲むんじゃなくって、ちょっと常温に置いといてね。で、それから飲んだ方がいいですね。まあ、そんな感じです。それだけかな。来週も同じようにやってきます。まあ、ドリンクのみの絶食実験ですね。まあ、BMI 17.5 を切るまでは、ね、絶食でいくっていうね。まあ、徐々に減らしていったら体重体脂肪率減っていくと思うんだけど、逆にその少ない量で慣れてきて、体がね慣れてきてもう減らなくなるかもしれないし、あと胃や腸の、ね、状態が良くなれば、ね、栄養もいい感じに吸収できるもんで、そうするとそこまで体重体脂肪率減っていかなくなるっていうのもねあると思います。まあそこ見ていきたいとこですね。そんだけかな。まあ類似コロナロさんはごく少食でやってたけど、肉とかねワインとか飲んでたりしてたんでね、そっからさらにね、さらに行くっていう、もうドリンク野菜ジュースと豆乳だけっていうね、この生活、でそれができるようになってたら、今度は逆、まあ、さらにね、さらに、もう完全何もなしっていうね。長男、としえさんと同じところですね。まあ、そこに、まあ、進んでるところっていうのかな。まあ、長男、としえさんを目指すっていうよりは、ラムサとババジー目指してるって言った方がいいかな。ですね、私の場合は。消化が、まあ、最終的なゴールかなと思うんで。この世界においてはね。まあ、そんなところです。あと体やっぱね、運動もちょっとしやすくなってきたね。体が軽いってのかな、体も心も軽いって感じですね。で運動もしやすいですね。ただまあ風呂だけちょっと注意ですね。風呂はね、なんかふらつきやすくなったりするんで、絶食してるとね、風呂危ないね。ちょっと注意しないとね。下手にね、湯船に浸かっていてね、その後ザバって上がって立ち上がってね、なんで歩いていくとね、ふらーって来る可能性あるんで。まあそんなところです。と、そしたら、日付で11月26日土曜日から12月2日金曜日まで、実験生活1686日目から1692日目まで、で、ドリンクのみの絶食実験6日目から12日目まで完了です。それではまた来週。